上だったらちょっと下げて。下を向いて。応援してくれた方々へ、僕たちは津波の被害を受けてとても元気をなくしていました。だけど皆様が応援してくれたおかげでとても元気が出てきました。今向こうに見える船は北海道からもらった船です。合計で38隻もらいました。ここは久喜漁港です。北海道から船をもらったおかげで漁業が少しずつ再開してきました。元気のプレゼントありがとうございました。その指示はどうやって出す？助監督。オーケーです。回しました。よーい、アクション。私は神様と家族とみんなに今の気持ちを伝えます。神様へいつも幸運な運命にしてくれて、家族へいつも美味しい料理を作ってくれて、みんなへ物資や気持ちを届けてくれてありがとう。お母さんいつも美味しいお弁当を作ってくれてありがとう。おばあちゃんいつもしっかり家事をしてくれてありがとう。これからも体に気をつけて頑張ってください。全国の皆さん、支援物資ありがとうございました。おかげで僕たちも元気になりました。いつの日か僕も人のために役立ちたいです。東日本大震災はとても辛くて切なかったです。学校帰りに地震に遭い、学校に戻ろうかなと思ったけれど、家族のことが心配で家に帰りました。でも家の中はぐちゃぐちゃで中に入れませんでした。いろいろ入っていてランドセルも流され、大切なものを一瞬にして奪っていきました。私は一人泣き続けました。家族と会えたのは3月12日の2時でした。会えただけでも嬉しくて、みんなで泣き合いました。やはり前の家の方が落ち着くので、元の生活に戻りたいです。家族の大切さ、命の大切さをこの経験を通して分かりました。被災地に笑顔が戻ることを心の底から願っています。